日本愛知県名古屋市緑区。徳重徳重は愛知県名古屋市緑区の地名。現行行政地名は徳重1丁目から徳重5丁目。住居表示未実施。名古屋市緑区東部に位置し、西は乗倉2から3丁目。東は鳴海町。南は鳴海町。横吹町。北は玄徳へ1丁目。北東は鶴が、沢はじめ2丁目に接する。 2011年3月に名古屋市営地下鉄桜通線が延伸開通し、徳重駅が開業したこともあり、周辺は新興住宅地として近年急速に開発が進んでいる。2010年に地下工事が上昇した名古屋市の4カ所のうち1カ所は徳重であった。競技の徳重は愛知県道36号初林名古屋線と、 東海通の交わる徳殊交差点南側の町底を指すが、講義には、徳殊交差点及び地下鉄、徳殊駅周辺地域の通称として、乗るが、賀、沢や、かつて、鳴海町あざ、徳殊の大半を占めていた、玄徳獣などが含まれる。鳴海町の正字名、徳殊による、特殊毛との地名の由来は不明であるという。古くは、相原と呼ばれる領域の一部であった。 当地には、愛知軍の豪族といわれる花石が、室町時代頃に移住し、古くから居住しているのだという。14世紀以降、特住保と呼ばれる有力者が開発した土地が存在したと言われる。2019年3月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移私立小中学校に通う場合、学校等は以下の通りとなる。 また、公立高等学校に通う場合の学区は以下の通りとなる。特殊芸駅のバスターミナル名古屋市緑文化小劇場。ありがとうございます。